Riasu No Mori の山本さん、初めての機会でございますので、より良いね、かと思いますので、よろしくご協力のほどお願いしていきます。報告書の29ページ、ご覧いただきたいと思います。それで我々、Riasu No Moriでございますけれども、震災後の平成24年2月に、地元北上町の豊かな自然をフィールドにしたさまざまな活動をテーマにして設立をした団体でございます。で、今回初めて木村基金さんもご支援をいただきまして、今年度この報告書の中に主な事業を4つほど報告させていただいておりますので、概要をかいつまんでご紹介させていただきたいと思います。で、はじめに、1つ目でございますけれども、7月の8日で、これは昨年に引き続き、北上川の吉原で、ご案内のように3.11 の震災で200ヘクタールの吉原の約 50% が消滅をいたしました。で、ご述のように吉は河川の浄化作用、いわゆる環境の面で大変貴重な植物というような認定をいただいてございますけれども、その回復のために仙台の部下中学校の生徒さんで、昨年に引き続き2年生と3年生の生徒さん、今回は203名の生徒さん、ここに当日の作業風景の写真ございますが、その植栽作業に取り組んでいただきました。大変ありがたいことだなということで感謝をいたしております。それから2つ目でございますけれども、Riasu No Moriでは登山歩の、3棟を所有してございます。で、例年この3棟の馬を、活用といいますか利用しながら、都会の方々、それから地元の子どもたちを交えてさまざまな、交流活動を実施してございますけれども、今年度も直近の岡部さんを講師にお招きいたしまして、延べ40名の方々との交流の、行事を開催させていただきました。それから3つ目でございますけれども、吉船スクールイン北上で、これも震災後引き続き3年継続で実施してございますけれども、ご案内の北上川の吉を活用して吉船を毎年参加者で作成をしていただいてございます。で、今年度も2日間で50名の参加者をいただきました。で、ここに、ご案内申し上げてございますけれども、当日はテイラー・アンダーソン基金事業の交換の高校生の方々8名の参加をいただいて吉船を作っていただきました。大変ありがたいことだなというふうに、感謝をいたしてございます。で、当日毎年その作った船に船の名前命名をしてございますけれども、今回はテイラーさんの記念日ということで船の名前を吉船テイラーと命名させていただきました。で、昨年作成した船と2艘、うちの理事長が勤務してございます、有限会社熊谷産業の会社の方に展示をしてございますので、機会がありましたらぜひご覧をいただきたいなというふうに思っております。この席から改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それから4つ目でございますけれども、で、これも昨年に引き続き長野県の信州大学の生
今後も地元のいろいろな自然を活用した活動に皆さんのご支援をいただきながら取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き温かいご支援